ローマン・ヘルツォークは、ドイツの法学者、政治家である、連邦憲法裁判所長官、第七代連邦大統領を歴任。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟、バイエルン州ランツフートに、プロテスタントの家庭に生まれる。父親は、会社員の後、ランツフート志向文書館官長になった。母は銀行に勤め、結婚後も仕事を続けた、職業婦人。 1953年、平均表情1.0の優秀な成績で、アビトゥーアに合格し、ミュンヘン大学に入学して、法学を学び、1957年に、司法修習、1961年に、国家司法試験に合格。1958年に、法学博士号を取得、同年結婚指示難を設ける。1964年まで、 ミュンヘン大学で助手を務め、その間教授資格を取得。1965年にミュンヘン大学志向士。1965年、ベルリン自由大学で国法学及び政治学の正教授に就任。1967、1968年に法学部長。1968から1969年に道副学部長。 1969年から、シュパイヤー行政大学院で、国法学と政治学の教弁を取る。1971から1972年、同学長。ドイツ連邦共和国基本法に関する、基礎文献である、注釈書の共同編者の一人である。法学、政治学に関する著書多数。1970年、キリスト教民主同盟に入党。 1971年から1980年まで、ドイツ福音主義協会総会大議員。1973年、ラインラントプファルツ州のヘルムート・コール州首相に、招聘され、州の時間急前権代表として、連邦政府のあるボンに駐在。1978年、ロタール・シュペート州首相の下で、バーデン・ビュルテンベルク州文化、スポーツ大臣に就任。 1978年から83年までセディとキリスト教社会同盟のプロテスタント部連邦代表。1979年にセディ連邦代表委員に加わる。1980年バーデンビュルテンベルク衆議会選挙に月品原選挙区から出馬し当選。1981年から1994年までキリスト教系の来日者。 メルクーは紙の共同編集者。1982年、同州内務大臣に転じ、83年まで在職。1983年、カールスルーエにある連邦憲法裁判所の判事に就任。そのため10月3日に衆議会議員を辞職。第一小法廷裁判長及び副長官を務め、1987年から連邦憲法裁判所長官を務める。 同時に1984年から、シュパヤー行政大学院名誉教授、チュービンゲン大学大学名誉教授、リハルト・フォンバイツゼッカーの人気満了に伴い、セディの連邦大統領候補に指名され、1994年5月23日の連邦会議において、第7代連邦大統領に選出された。7月1日就任。 在任中の1996年1月3日、アウシュビッツ強制収容所の解放記念日である1月27日を国家社会主義の犠牲者を追悼する日に制定。1997年4月27日の演説で、ドイツは、躍動を得て老朽化した制度を乗り越えなくてはならないと主張。このラックという言葉が流行語になった。 同年11月5日には、すべての日刊誌の一面に掲載されるほど、ドイツにとって教育が重要であると訴えた。演説に優れた前任者のバイツゼッカーに比べ、法律家でバイエルン出身のせいか、固い言葉を突とつ,とつと述べる印象が強かった。1998年の連邦議会選挙でセディが、野党に転落し、再選の見込みが立たなかったためかに決めに挑戦せず、 1999年6月30日に退任した。退任直後から翌年までヨーロッパ会議の座長を務め、欧州連合基本点検証を作成に携わった。1999年秋から半年間、カールスルーエ大学客員教授。大統領退任後は党活動に復帰し、2003年に社会保険制度改革に関する党の政策諮問機関。 ヘルツォーク委員会の委員長。その答申をもとに、アンゲラ・メルケル党首は2005年の連邦議会選挙を戦い、かろうじて政権を奪取した。暴力に反対する子供のための連合基金の代表を務める。オックスフォード大学、ベングリオン大学、ブローツワフ大学から名誉博士号。1997年にアーヘン氏からカール大帝賞。 2000年6月19日に42年間連れ添ったクリスティナ夫人が死去。翌年ベルリヒンゲン男爵家の未亡人アレクサンドラ夫人と再婚した。2000年にはバイエルン放送でヘルツォーク・シュプリーシュとミットという6回シリーズのトーク番組の司会もしている。2017年1月10日死去。ありがとうございます。